トレバー・フィリップスはロックスター・ゲームズが制作したゲームグランドセフト・オート V に登場する架空のキャラクター。作中の3人の主人公のうちの一人として登場する。声優とモーションキャプチャは俳優のスティーブン・オックが担当した GTA 語でトレバーを演じたスティーブン・オック。演技のほとんどはモーションキャプチャ技術を用いて記録された容詞は演者で。 ある奥の外見をベースとした一方、性格は実在の犯罪者であるチャールズ・ブロンソンから発想を得ていた。GTA 後の共同ライターのダンハウザーはトレバーを純粋に欲望と憤りによって突き動かされていると表現した。プレイヤーが愛着を持ちやすくするためにデザイナーはトレバーに様々な感情を与えた。猟奇的行動にもかかわらず、トレバーは自身と 親密な人物は本当に気にかけていることが示されている。トレバーはビデオゲーム史上最も物議を醸したキャラクターの一人と考えられている。レビュアーやゲーマーによる評価は大半がかなり好意的なもので、好ましく信頼できるキャラクターと評され、殺人や暴力などプレイヤーに人気のアクションを積極的に行うという、これまでの主人公でも得意な性格の持ち主である。 とされた。一方で、一部のレビューアーからは、彼の暴力的な性格や行動が、ゲームの物語に悪影響を及ぼしているとの批判も、あった。ハウザーは、トレバーは、犯罪の別側面の決心として、どこからともなく、ロックスターに現れた。もしマイケルが、防犯のアイデアであることを意図されていたら、誰がそれをしなかったのか、と説明し、純粋に、欲望。 行き通りで突き動かされる人物で、明日のことなど、一切考えず、エゴではなく完全なる井戸が働いていると表現した。猟奇的な性格については、サイコパスのように容赦なく殺すが、正当な理由で気に入った時にはとても感傷的になると述べている。ロックスターは、キャラクターの台本作成中に、主人公の典型を描写し、中でもトレバーは、狂気を体現するとされていた。 ハウザーは、互いが並列するものとして、マイケルとトレバーを特徴付けた、マイケルは仕切りたがりの犯罪者で時には、いい男であり、トレバーは、偽善者ではない狂人だと語った。加えて、三人の主人公は、ゲームのストーリーを従来作の、一人の主人公が、犯罪の裏社会で成り上がっていくといった内容よりも、さらにオリジナリティを持ったものとなったと語った。GTA5 で、 スティーブン・オックはトレバーを演じた。初期のオーディションのプロセスの間に、オックは彼とマイケル役のネット・ルークとの間に化学反応が生じたことに気づき、彼が感じた、それが彼らが役割を射止める手助けになった。オックは、と私が一緒に部屋に入った時、私たちはすぐに何かを持っていたと語った。役者はオーディションがロックスター・ゲームズのものであるとは知っていたが、 GTA シリーズ作品に関わることになると知ったのは契約書にサインした時だった。オックはトレバーの描写は時間とともに進化していると感じた。彼はニュアンスとキャラクターの特徴が明らかになり始めた。彼の歩行、彼の喋り方、彼のリアクション、間違いなくゲームを通じて彼の発展を教えてくれたと語った。俳優たちは2010年からこのゲームに携わり始めた。 彼らの演技は主にモーションキャプチャー技術を用いて記録された。同情キャラクターとの社内での会話シーンはスタジオで収録された。俳優たちは撮影現場で会話や動きを収録してきたため、自分たちの演技は映画やテレビ番組での役と変わらないと考えていた。キャラクターの会話は役者たちにアドリブを許さないように台本化されたが、時々ディレクターの承認を得て、 演技の細かい変更を行った。ゲーム中では、阻止をパスとして描かれる。冷酷活用者なく人を簡単に殺害する一方、すべてのことについて正直であり滅多に偽善を見せることはなく、他人に対してしばしば指摘する。カナダで生まれ育ったことにコンプレックスを感じており、カナダなマりを馬鹿にされると怒りをあらわにする。猟奇的な行動をとる反面。 かなり感情的な一面も見せる。自身と親密な人物は常に気にかけており、そのような人物に対しては誠実な一面を見せることも少なくない。しかし多くの登場人物からは危険な存在とみなされており、プロローグでマイケルはトレバーを射殺される罠にかけ、後にトレバーと共に逮捕されたら、裁判でフランクリンに精神障害を申し立ててほしいと頼んでいる。 これは、トレバーの犯罪の知識と程度、また狂気が誰にも分からずに増しているという確信、加えてこの問題についてのトレバーの沈黙が、マイケルの両親に重くのしかかっていることを示唆している。トレバーを演じるにあたり、自身の演技に強い様式的影響を与えた人物としてクは、電気映画、ブロンソンで、トム・ハーディが演じた、イギリス人の犯罪者、チャールズ・ブロンソンを引用した。 僕は、トレバーは、暴力的でサイコパスの GTA のアンチヒーローの典型を体現していると試案する一方で、トレバーの物語にプレイヤーが共感してもらうことを望んでいた。他の感情を引き出すことは難しく、最大の挑戦であり私にとって大きな意味を持つものだったと語った。かつてアメリカのカナダ国境地域に暮らし、 父からは虐待を受け、ストリッパーだった母からは歪んだ愛情で育てられる。その結果かなり曲折した精神性を持つようになり、自分は誰からも認められないという心の闇を追って生きることになる。当初はホッケー選手を目指していたが、コーチにお釜を掘られたため、これを止めて空軍に志願するも、今度は心理鑑定の女性に精神不安定と鑑定され、 退役させられてしまう。夢破れたトレバーは、ノース・ヤンクトンで小さな航空運送会社を経営していたが、ある日盗品を国境の向こう側へ運びたいという男に出会う。運搬日、当日、男は現れたが、盗んだ相手の老人に追われていたため、トレバーは老人を射殺し男を助ける。この男こそが全米を侵犯させた、銀行強盗犯、マイケル・タウンリーであった。 マイケルと出会って、以降は彼から強盗のノウハウを学び、強盗としての素質を開花させ、マイケルや彼の協力者、レスター・クレストなどとコンビを組んで、数々の強盗を行い、犯罪者としてのキャリアを積んでいった。2004年に、マイケル、ブラッドリー・スナイダーらとノース・ヤンクトンで、銀行強盗を企てるも失敗し、マイケルは死亡、ブラッドは刑務所に収監されてしまう。 一人逃げ伸びたトレバーはあちこちを転々とした後、サンアンドレアスシュブレイン郡のサンディ海岸に流れ着き、武器の密輸や薬物の売買を行う自称企業のトレバー・フィリップス工業を立ち上げた。その後は砂漠ぐらいしかないトレーラーパークのサンディ海岸で典型的なプアホワイトとして日々を過ごしていたが、2013年にロスサントスで発生した強盗事件のニュースを見るとそれが、 マイケルの仕業であると一目で見抜き、彼が生存していたこと、そして、強盗活動を再開したことを確信する。9年前の死の真相を突き止めるために、ロスサントスへ赴き、マイケルや彼の新たなパートナーフランクリン・クリントンと、共に、新たな強盗活動を始める。g t a 本編の半年前が舞台となる GTA、オンラインにおいては、プレイアブルキャラクターで唯一 NPC として、 登場する。主人公となるプレイヤーに対して、トレバー・フィリップス工業の一社員という名目で仕事を圧旋してくる。敵対組織から重火器や違法薬物の回収を依頼することが多く、その都合上過激な戦闘が頻繁に発生する。強盗ミッションのドラッグ強奪ビジネスでは、トレバーが大規模な薬物密売を遂行するため、腕の立つプレイヤーを 半ば強引に社員として招き入れ回収を依頼してくる。この強盗のフィナーレにおいてはトレバー自身も味方 NPC として加勢する。GTA 後の発売以降トレバーのキャラクターはむね高評価だった。エッジは3人の主人公の結出したキャラとしてトレバーを選び抜いた。エッジのようにゲームスポットのキャロリンプティはトレバーを本当に 恐ろしくゾッとする精神異常者の凄まじいキャラクターと見なした。ユーロゲイマーのトム・ブラムウェルはトレバーは、先迫で説得力のないセンセーショナルなアンチヒーローであり、その上、彼のいたずらが物語を達成させ、マイケルとフランクリンのキャラクターの成長を見劣りさせていることからトレバーは、他のキャラクターを台無しにしていると感じた。ジョイスティックのザブでマトスは、各キャラクターが、 各自の旅への正当な目的を持っていたとしても、彼らにそれを達成することを望むのは難しいと言及し、物語によそよそしい効果を持っていることから3人全員が好ましくない子を見つけた。彼はまた、トレバーとマイケルの間の矛盾が話の終わりまでに疲れた装置であると感じ、それはそれらの間の矛盾の一見無限のサイクルとなったと感じた。 ゲームズリーターのルーカス・サリバンはシリーズ初の筋が通ったキャラクターとしてトレバーを称賛した。彼は GTA のゲームを初めてプレイするにおいて大半のプレイヤーは平和的にプレイするのとは対照的に一部のバカな間抜けの車を乗っ取り、その後歩道を90マイルで走り市民を買っていく。トレバーの存在はどのグループの人々にも当てはまらない。 彼はただ過去10年 GTA をプレイし続けた人々にとって初めて論理的にフィットしていると語った。サリバンはトレバーは殺人や暴力などのプレイヤーに人気のアクションを進んで実行する GTA の数少ない主人公の一人と結論付けた。トレバーは他の多くのゲームと映画の登場人物と比較されている。イグンのカルビン・カーンはトレバーを2008年の映画 ダークナイトのヒースレジャー奮するジョーカーと比較した。カーンは GTA5 でトレバーだけが自身のペルソナを偽ろうとしなかったと感じただけでなく、トレバーは完全に自分がモンスターであると知っているが気にしていない。彼は不幸や危害を引き起こすのを楽しみ、そのために生き大事にするヒースレジャーのジョーカーのように彼は純正のアナーキーとして純粋に存在していると述べた。 彼はまた、トレバーの人を傷つけ彼の周囲全てをめちゃくちゃにする唯一の理由は、単に彼があまりにも楽しいことではないという理由だけであるとも感じた。カーンは、トレバーの目を通じた世界はすでに完全に壊れており、彼はさらにめちゃくちゃにしても何も害を与えてないと見ていることが、トレバーの行動の原因であると述べ結論づけた。日本のゲーム専門のニュースサイトなどにおいても、 トレバーのキャラクター性は注目を集めた。ライターのマフィアカジタは 4gamer.net に寄せたレビュー記事の中でトレバーの強烈で狂気に満ちたキャラクター性について評価しており、悪党ではあっても理智的な面を有していたシリーズ歴代作品の主人公とは大きく異なると述べている。GTA 後のファンであることを公言しているミュージシャンのマシコナオズミは、 ニュースサイトナタリーとのインタビューの中で、トレバーを GTA 語で一番クレイジーなキャラクターだと評価し、頭の剥げ上がった中年男性というトレバーの主人公らしからぬキャラクター性についても評価している。受賞歴トレバーは、チートコードセントラル S7th Annual Cody Awards のベスト男性キャラクターを受賞し、他の様々なアワードにノミネートされた。それらには、 スパイク VGX2013 のキャラクターオブザイヤーハードコアゲーマーのゲームオブザイヤーアワーズ2013のベスト新キャラクター及びリストラドイドのベストオブ2013のベストキャラクターなどが含まれるスティーブン・オックもまたトレバーとしての彼の演技でスパイク VGX2013 の最高の声優賞とテレグラフの2013年ビデオゲームアワードの最高のパフォーマー賞に ノミネートされた。また、第10回英国アカデミー賞ゲーム部門のパフォーマー賞にもノミネートされた。GTA 後のミッション、ありふれた操作での拷問描写が批判された。このミッションでは、フィブに脅威を与える、疑わしい、アゼルバイジャン人の逃亡者に関する情報を聞き出す。ためトレバーは、フェルディナンド・ケリモフを尋問した。トレバーは拘束された男に対して、テーブルにある、 拷問器具からプレイヤーが選択したものを使った。ミスター K がフィブに情報を提供するとトレバーは彼を殺すように求められるが、その代わりに彼を空港まで車で連れて行き、逃走の機会を与えた。ケリモフを車で連れて行く間にトレバーは拷問の効果の無差について独白し、拷問を受けずともフィブに情報を提供する用意がケリモフにはあったと指摘し、拷問は 権力が自分たちの主張を押し通すために用いられると表現した。レビュアーの間では本ミッションをアメリカ政府による拷問の使用についての政治的解説として役立っている一方で同ミッションでの拷問の使用は悪趣味であるとの意見が相次いだ。ゲームスポットのプティは独白の文脈で拷問シーンを挿入することはミッションの機能の中で 批判的な装置としての偽善を作り出したと感じ、異軍のマクドナルドは、品性の範囲を押し広げたと感じた。論説でブラムウェルは、政治的解説が、暴力的な内容によって、影が薄くなっているかどうかについて論じ、コール・オブ・デューティ・モダン・ウォー・フェア2のミッション、ノー・ロシアン論争と比較した。彼は一連のシーンは暴力を正当化するための、十分なコンテクストを書いていると考えており、 同機能を欠陥があると要約した。イギリスの労働党議員キースバズは未成年のプレイヤーがこのミッションにさらされうることに懸念を表明した。事前団体フリーダム、フロムトーチャーのキースベストは拷問者のロールプレイは一線を超えたと語った。トムチックは拷問場面を擁護し、ノーロシアンミッションや2012年の映画、ゼロダークサーキッとは異なり、 ありふれた捜査での拷問についての根底にある政治的解説には暴力的な内容を必要としていたと記述した。ありがとうございます。